アメリカン航空77便テロ事件は2001年9月11日に起きた旅客機を狙ったハイジャック事件である。また、アメリカ同時多発テロ事件でハイジャックされた旅客機のうちの1機でもある。事件にあった旅客機はボーイング757から223のアメリカン航空77便で犯人たちの計画通りワシントン DC の郊外。 バージニア州アーリントンにあるペンタゴンに激突し、機体は原型を止めないほど大破した。事件後に犯人はアルカイダと判明した。事件発生日の日付9月11日は1941年にペンタゴンが着工された日であった。この事件により189人が死亡、106人が怪我をした。アメリカン航空77便の航路犯人は全員、サウジアラビア人。 激突の瞬間乗客58名、乗員6名が登場した77便は、午前8時51分から午前8時54分の間にかけて完全にハイジャックされた。ハイジャック直後に向きを北に変え、すぐに南へ展開し、しばらくして東へ進路を変えた。最初の進路離脱から3分間は、管制官と機長による正常な通信があったが、その後は、 通信不能となった。ペンタゴンへの激突の間に、二人の搭乗者が地上と電話で連絡を取っていた。午前9時38分、ペンタゴンに突入し爆発炎上。機体は大破した。激突の瞬間は、周辺の監視カメラなどによって撮影されており、また目撃者も大勢いた。映像によると、ほぼ水平の状態で地面を滑走しながら、ペンタゴンに衝突していたが、 離着陸時の事故と違い、高速で建築物に激突、炎上したため機体の残骸はほとんど原形を止めていなかった。突入外の半分が改装工事中で使用されておらず、もし改装工事中でなければ犠牲者数は WTC の犠牲者数を上回っていたと推測される。現場突入時の映像が2006年5月16日に公開された。 アメリカン航空77便のボイスレコーダーの残骸ブラックボックスは3日後の9月14日に発見された。このうちボイスレコーダーは大破しており中のテープが完全に焼け焦げていたため再生不可能に終わった。一方フライトレコーダーのメモリースティックは無事に回収された。ボーイング機撃突後のペンタゴン十七便のペンタゴン撃突に関しては陰謀論者から 様々な遺説がある。最も代表的なものは、ペンタゴンに激突したのは77便ではなく、ミサイルだったとする説。この遺説には批判もあるが、これらの遺説を解釈しようとする調査結果なども、数多くある。ありがとうございます。